車谷信明は、日本の銀行家、実業家。文部科学省国立大学法人評価委員長、愛媛県新浜市出身。大阪府立茨城高校、東京大学経済学部卒業。東大卒業後、1980年に旧三井銀行入校。1983年から2年間、旧大倉省に出向。 1994年から3年間、政財界に大きな影響力を持ち、三井のドンと言われていた小山五郎の秘書役を務める。1997年、岡田明愛が旧桜銀行頭取に就任すると、秘書役から総合企画部に転じ、バブル崩壊後の金融危機対応に深く関わる。不良債権処理に加え、成長戦略を立案。 黎明期にあったインターネット技術を捉え、1998年には日本初のインターネット専業バンクのビジネスモデル、さらにコンビニ ATM、バンキングモデルを相次ぎ開発した。同時に資本強化を起とし、主に三井グループを引き受け先とする約3500億円の緊急事力増資を取りまとめ、政府による大手銀行への公的資金注入にも道筋をつけた。 この間に桜銀行の株式時価総額は倍増し経営危機を克服した。1999年から2001年まで統合戦略室長として旧住友銀行との合併交渉役を担う。2001年4月、旧桜銀行と旧住友銀行の合併後は主に経営企画部門を担当、経営戦略を立案した。2003年から2005年、 王子法人に営業部長、2006年、大手商社などを担当する、本店営業第三部長、2007年、執行役員経営企画部長、2010年、常務執行役員に就任した。2012年、取締役専務執行役員、経営企画部門を、統括、2015年、三井住友フィナンシャルグループ副社長と、三井住友銀行副頭取を兼務。 投資銀行部門、証券事業を統括。2017年5月、欧州最大のプライベートエクイティファンドである ACVC、キャピタルパートナーズから招聘された。2017年6月、経営再建中の株式会社シャープ社外、取締役監査委員に招聘される。2018年2月、経営危機にあった。 東芝の取締役会指名委員会から東芝代表執行役会長兼最高経営責任者の指名を受けた。4月、東芝代表執行役会長兼最高経営責任者に正式就任した。7月、経営理念改定。11月、世界有数のサイバーフィジカル企業に成長するビジョンを示し、5年計画として東芝ネクストプランを発表した。 2019年、ネクストプラム1年目、8月に1兆円の潜在リスクがあると懸案された LNG 契約を売却、負の資産処理に目処をつけた。また、営業利益率が5%に達しない事業の見直しを行うと同時に、調達、設計、生産、販売に至るすべてのビジネスプロセス改革に着手。 9つのクロスファンクショナルチームを立ち上げ全社で取り組み、限界利益率、固定比率は大幅に改善した。2020年4月には代表執行役、社長兼最高経営責任者に就任、不正会計問題で二部指定銘柄となっていた。東芝は東京証券取引所及び名古屋証券取引所一部指定銘柄への復帰申請を行った。 2020年6月、2019年度決算を発表、第4四半期に発生した新型コロナウイルスによる収益影響を吸収、東芝は無借金経営に移行、営業利益は1305億円と前年度に比べ、約4倍に急回復、東芝復活という報道が主要メディアでも出るようになる。2021年1月、業績や、 コンプライアンスなどの経営改善を受けて3年6ヶ月ぶりに東京証券取引所及び名古屋証券取引所一部指定銘柄に復帰した。業績回復と当初一部復帰の達成により2018年年初に指名委員会から与えられた東芝再生のミッションに目処をつけ2021年4月に東芝代表執行役 CEO を3年務め退任した。 ボランティア活動として、大友直とニューヨークフィルハーモニック前指揮者アラン・ギルバートが主催し、世界の若手演奏家を対象に毎年行われる無償育成プログラムミュージックマスターコースジャパンの会長を務める。1957年愛媛県新浜市生まれ。ありがとうございます。